されてるリュウジです。このピールでくださいね。ってことですね。今日はですね、思考シリーズやっていきたいと思います。思考シリーズというのは、皆さんの馴染みのあるレシピを、ちょっと一手間加えて、めちゃめちゃ美味しくするっていうレシピですね。今回ね、チンジャオロースです。まあこの勢いでやっていきたいなと思います。今回はですね、ほろ酔いですね。ほろほろしております。もう大丈夫です。まだね、意識はっきりしてますんで、美味しいのができると思います。では、いらっしゃいませ。リュウジのバズレシピ。材料説明いきたいと思います。タケノコをね、今回は細切りになってるのも買ってきました。これすごく便利ですので、150から 120g ですね。でピーマンがちっちゃいの5個入りですね。これ120-130g ですね。であと豚こま肉、ロース肉の、生姜焼き用の薄切りでもいいんですけども、今回はこま肉 でただですね、こま肉も厚さとかがスーパーによって違うんですけども、できるだけ厚いのがいいですね。今回はね、結構ねペラペラなんですけども、これでも結構美味しくできるので、今回はこれを使っていきたいと思います。あとはニンニク生姜が必要なんですけども、生姜ね、10g これぐらいですね。結構使います。ニンニク1かけです。素材的にはこれでやっていい。あとは調味料。はい、ということでですね、早速、まあ思考ですからね、思考な感じでやっていきたいと思います。はい、 お野菜から最初に切りましょうね。あ、ごめんなさい、あんまり切る前にこうした方がいいんだ。こうやってね、ヘタをね、ここに入れ込んじゃいましょう。はい、こんな感じでね、最初に、ヘタを押しておくとすぐ取れます。はい、はい、こんな感じですね。種取れました。はい、少し残っても平気です。千切りにしていくんですけども、こうね、2つ重ねてね、押しちゃうんですね。押しちゃうとね、こういう感じで細切りがね、すぐできる。押しちゃってから、あと細切りにする。このピーマンの青臭さがね、たまんないですよ。青春の匂いですね、これね。ピーマンのフレッシュな千切りができましたね。生姜ですね。生姜なんですけど、これちょっと太いんでね、ちょっと、スライスしていきます。この状態で千切りにしていきます。これ生姜 10g ですね。あとニンニクなんですけど、おけつを切り落としてですね、潰して、芯の部分はあんまないですね。このままやっちゃいましょう。粗みじんにしていきます。はい、こんな感じですね。これでですね、切るお野菜は完了でございます。肉をで、ここでなんですけど、結構細切れなんですよ。これね、重ねていくんです。豚をね、長い方向に重ねていくんです。こんな感じでですね、長さをまとめたら、こんな感じです。千切りしていきます。でこれですね、見た目がもっといいなっていう人は、カロスの生姜焼き用の、少し厚いお肉を買ってきてくださいね。僕は安さ重視です。安くてうまい方が絶対正義じゃないですか。これはね、できるだけでいいです。こんな感じですね。今切ったお肉をボウルに移します。ここでですね、いろいろ入れていきます。まずですね、卵です。卵、片栗粉小さじ5ですね。めっちゃ汚れてるんですけど、でもこのためのエプロンなんでね、大丈夫です。小さじ3、4、結構ですね。お酒です。小さじ2ですね。お酒をここにもお酒を、塩ですね、2つまみ、こんな感じですね。胡椒です。ちょっとね、豚肉の臭みも、ね、出やすいので、ね、多めにね、処理処理していきましょう。こうしましたら飲み込みます。どん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 ね、こうしてですね、この豚肉を片栗粉と卵でコーティングすることによって、お肉もね、固く仕上がらずにですね、しっとりした感じで、いけますんで、この下処理はね、必ずやっていただきたいです。非常にね、お肉美味しくなるので、ね、右手で揉み込みながら左手で飲んでいきます。よく揉み込んだら、これはとりあえず置いておきましょう。今ね、千切りの、タケノコは、水開けました。よくね、水気切っておきます。これでですね、下処理は終了になります。こっからはですね、皆さん早いです。フライパンをね、用意してくださいね。
油なんですけども、皆さん皆さんここすごく注意です。本当に中華作るときは油ケチんないでください、ね、油ケチるとまずいです。はい、で、ここは油大さじ1と半分入れます。これで何をするかというと野菜だけ炒めます。まず中華っていうのは基本的にお野菜油通しっていうやり方をするんですけども、今回ですね、あの油通しって結構いっぱい油使うんですけども、家庭ではそんなにいっぱい油使えないので、今回はですね、このフライパンで疑似的な油通しをしていきます。タケノコですね、はい、まあ、今回150で、タケノコの場合はどれだけ炒めてもそこまでね食感変わらないので、結構ねあの炒めこの状態で炒めちゃったらええです。はい、このタケノコに油が回ったと思ったらですね、このピーマン、さっき細切りにしたピーマンを入れていきます。でピーマンを入れてから1分ほど、炒めます。あの1分ぐらいでいいです。ピーマンねあんまり火を通してしまうとこのシャキシャキ感っていうのが、ね、損なわれてしまいます。はい、もういいです。1分炒めます。これです。もうまだ両方ともシャキシャキです。あのピーマンもシャキシャキです。はい、この状態でいいです。はい、そしたらですね、ここに油またね大さじ1半、皆さん測ってくださいね。僕はね適当にやっていきます。油絶対ケチになります。これは2、3人もあるので油を使って大丈夫ですから。卵で、ね、やった豚こま、こちら入れていきます。こちら細切りにしたやつは結構ね細切りになってます。あとね卵でコーティングされてるから 中まで火が通るのが時間差で起こるんですね。非常にねこのお肉が柔らかい。8割ぐらい火が通ったかなっていうところで、ね、お野菜を戻していく。で、ね、火はね少し弱めてここで味付けをしていきますね。オイスターソース、大さじ1と半分ですね。あのここで生姜とニンニクを入れます。こいつらはね、ちょっと火を入れないとね、ちょっとスパイシーすぎる。醤油です。大さじ1ですね。で、お砂糖です。小さじ2ですね。あと、僕のお得意の味の素が1、2、3、4、5、6振りですね。で、ここで火を強くしていきます。はい。で、全体をね、混ぜ合わせていきます。本当はね、あの牛とかでもいいんですよね。チンジャオロースっていうのは豚肉なんですけど、チンジャオ牛ロースっていうのが牛肉になるんです。今回は安い豚こまを使って、普段使いもできるようなチンジャオロースに仕上げます。でね、全部から煮絡めたら味見をしましょう。で、これは2、3人もあるので、チンジャオロースだとね、1人前からっていうのがなかなか、難しいので、今回2、3人余ったらね、冷蔵庫に入れておいてください。はい、で仕上げにですね、あれば唐辛子を少し添えてあげるとあの非常にね、中華屋さんっぽくなるので、これ、見た目めっちゃ大事です。さあこちらですね、塩のチンジャオロース完成です。はい、ということでですね、できましたので食べていきたいと思います。いざ勝負、デュエル。分かるかな、伝わってるかな、この味のコントラスト。伝わんないだろうな。一言で言い表せば、タケノコシャキシャキ、ピーマンシャキシャキ、肉ほわほわ。一言じゃなかったね。あの非常にうまい仕上がりになってます。何がうまいってね、後入れのニンニクと生姜が超効いててめちゃめちゃうまい。これはつまみいや、ご飯のお供ももちろんですよ。僕的にはつまみですかね。もうね、店の味です。やっぱりね、油のコクっていうのかな、このチンジャオロースの生き様ですよね。うまい。
あの肉が細切れを細切りにしたからごっさ柔らかいですね。でね、あの結構ね、オイスターソースも入ってて醤油も入ってるんですけど、砂糖を結構入れてるんですよこれって。で、その砂糖が味をね、に深みを出してくれてるので非常に美味しいです。なんならお弁当もいけますよ。汁気がないんでね。作り方としてはオーソドックスな作り方です。あの卵絡めて、あの一緒に炒めてっていうあのやり方は結構オーソドックスなやり方なんですけども、とにかくね、やり方でぜひやってもらいたい。あと、まあ、一番も僕中華作る上で言ってるんですけど、油ケチになりますね。日本はね、油を敵視する文化があるので、家庭料理の中ではね、はっきり言っておきますけど、飲食店と家庭料理の差って油なんです。炎上するかもしれないですけど、油と塩と旨味だから、味の素とかウェイパーとか、そういう鶏ガラスープとかガンガン入れれば店の味になります。あー、これまたアンチ増えるわこの至高のチンジャオロースマジでうまいです。ぜひこちらで、ね、作ってみていただきたいなって思います。はい、ということですね、皆様このチャンネル美味しそうだなとかですね、やってみたいなと思った方、もしくはですね、僕の飲みっぷりに男気を感じた方は、ぜひチャンネル登録および高評価をよろしくお願いします。